156キロのストレートとナックル系の魔球で西武王に上り詰めた男唯一無二かもしれないです ね、 なんでこの球を投げられるのはおそらく日本にただ一人。さあ先生おはようございます。おはようございます、本日はですねヒマラヤピッチングのスイングスピードコンテスト、うん、毎年ねアンバサダーしてやってるじゃないですか、まあ、その中でヒマラヤさんが今回招待いただきまして、まあ、福岡に来てるんですけどもヒマラヤの八幡西店で野球やれる人がいますとストッパーされてましたよね抑えの時期もあります、はい、何セーブぐらい33セーブ取ってその年はたまたまタイトル取りましたいやいやナックルみたいなボールを操ってたとかが投げてましたねそうですねパープルかなんかでナックル本日は殿下の宝刀ナックルカーブを武器に最多セーブ王に上り詰めた加藤大輔さんと野球。同期で言ったらまだ現役なのは和田選手ですよね。セーブ王を取られたのは何年ですか？2008年で、その年はタイトルもくれましたし、オールスターにも出れたので、一番いい評価というか、まあ、してもらいましたね。はい。でもだいぶ当時のこのプロ野球と今のプロ野球で変わりましたね。こうバッターしっかり変わりました。ピッチャーで言ったら球速が格段に変わっちゃったので、ね、それに対するバッターが負けたくないっていうのもありますし、はい、その力強さがついたというか、野球人口が減ってるって言いながらもそのすごいよねっていう人のレベルが小さい年から上がってるような気がすごくするので、なんか密度が濃くなりましたね。こうそれはあると思います。プロでやってきた人のボールってなんで重いんだろう。何なんですかね、あの質がやっぱ違うんですよ。やっぱ重いんですよ。僕は握りが、はい、ストレートの握りを聞いてみると意外なものでした。僕実際4本で握ってます。特殊ですね。薬指のとこプロペラが4つあるんでフォーシングになると思うんですけど、なんでもうオーバーにいったら僕親指外しても握れます。あ、本当だ、本当だ。ストレートも変化球も薬指がポイントと語る加藤さん。あ、これでは投げれないですよ、握れるだけで、はいはい、でもこの薬指の感覚があったので僕の投げてたナックルカーブってこのまま、はい、まっすぐの握りで爪のひらが何にもないところに当たりますようで、もうこの薬指のかかってる感じがまっすぐと一緒だよねっていう感じだったの で僕握力50ちょいしかないんですけど、はい、多分取れないと思います。やっぱプロの時も教えてって言われて僕全部教えてたんですけど、はい、ほとんどの方がこういう風に指が隙間が空いてたんですよ、はい、だから浅くしか握れないよね、だからなんかスポンと抜けちゃう、はい、僕はこれがピタッとくっついて全部がもう指のひ手のひらまで握れてるような感じなので、僕はこれは普通だと思ってたんですけど、これがなんかできなくてなんか投げれる投げれないだったみたいです。独特な握り感覚をお持ちの加藤さん、ピッチングでは43歳とは思えないボールを投げる。ナイスボール。今のボールだけはまずまずだった。左手もだいぶ特徴的でしたよね。左も自分でこうぶつけていくような感じですね。僕は中学校の時に首手術したことあって。なんでですか？リンパ腺が腫れちゃったんです。でこっちの肩の筋肉を切っちゃったので、はい、左手がでんぐり返りとかでもうまく使えないんですよ。でもそのおかげで速くなったんじゃないっていう方もいらっしゃるので、結果オーライです。ちょっとナックルトライしていいですか？うわ、はい、あーなるほど、あーなるほど、なるほど、なるほど、落ちた。出始めめっちゃまっすぐでしたよ。おお、左の外はそっちになる。左だったとしたらこっち、こう立ってみるんですよ。確かに。ナックルカーブの投げ方を聞いてみると加藤ワールド全開の答えが。握りはナックルなんですけど、はい、僕も正直アマチュアの時は投げてる感じで言えばこの指2本でバレーボールのアタックみたいに叩きつけてる感覚ではあったんですよ。でプロに入ってスローモーションで手元を追っかけられだしたら、はい、こう叩いてたと思ってた感覚がこのまんまのカーブだったんですよ。だから自分でも分かんないのを、あの正解をプロに入ってから分かったみたいな。高校生の時に大魔神の佐々木さんがまだレーサーズにいらっしゃって、野茂さんもメジャーで活躍されてましたし、フォークボールを投げたいと思ったんですけど、投げれなかったんですよ。球種は別に何でもよかったんです。もう速くて落ちてくれれば。それってここでこうかぶせていく意識の中でかぶせていきながら最後
こう弾いてくってことですか。いや弾かないです。よくメジャーの方とかがナックルカーブ投げます。そうですよ。1本で投げてると思いますよね。はい、大体それです。これがたまたま2本になっただけだよってイメージしていただいたら分かりやすいかもしれないパームだったりとかいろいろあるけど、どれもしっくりこなくて、このままだったらまっすぐカーブだけになっちゃうぞってなった時に、でもナックルって3本って書いてるけど2本で投げちゃダメって書いてないよなって思って握ったら、あれなんかしっくりくるぞっていう、たまたまですけど、そのまっすぐと似てるパーツがあったので安心感があったんだと。この薬指がね、そうですそうです、もう唯一無二かもしれないです ね、 そうですね。なんで握りがどうだとかじゃなくて、うん、フォークボールみたいなボールであってほしいっていうそこだけの逆算からのたどり着いたみたいなところになるので。なるほど。縦カーブなんですか。まあナックルカーブ、いや、落ちるボール、そう、縦にストーンってこう握りがナックルだからナックルって言ってましたけど、もう本当に適切な表現使ったら一生懸命ですいや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 また本当に適切な表現を使ったら一生懸命です、一生懸命です、一生懸命です。今の話を踏まえ改めて一生懸命をご覧ください。小原さん、もうちょっと出だしが高くいけたらいいと思います、はい、いきます。おお、怖い。おお、まっすぐよりも回転が落ちてるんで、バッターは縫い目が見えるじゃないですか。変化だと思ってるんですけど、変化だと思ったらやられる、その絶妙なスピードなんですよね。来るんですよ。で落ちるんですよ。直進力がちょっとある。はい。ああ、惜しい。逆に。逆だけど。ナイスボール。ああ、来た来た。ちょっとボールとしては甘いんですけど、この前3球のまっすぐと同じ高さかな。いや、そうですね、そうですね。ああ、よかった。ああ、いや、これちょっと素人じゃ取れねえな。ちょっと引っ掛けたようにスライドするときもあれば、シンカーみたいに本当に右に抜けるようなことがあったんですよ。引っ掛けるときはなんかちょっとやっぱ横っぽいねじりになってたし、シンカーみたいに行くときは体が開いてたんで、ねじってるのがたまたま本当に右バッターの方にこうねじってるような感じで投げてるから、シュッてこう逃げてたりとか。面白い。いや、それ本当に偶然で、一生懸命投げ分けてますよねって解説の方、はい、投げたから見返すじゃないですか、はい、投げ分けてますけどねって言われても、いや、一生懸命ですっていうのが答えだったんですただその高さだけは間違いないようにとかですね、それはありましたけど、コースは言うほど操れてはなかったベースの上で OK みたいな。それでしっかり33セーブ、あの結果オーライすごいそんな加藤さんの職場にお邪魔してみました。やっぱり引き継ぐのは伝統じゃない、歴代を超え続けるという意志だ。水野プランクラシック、だいぶ話題ですよ。皮がいいんでしょ。これ皮もいいし、裁断の段階で少しこう工夫されたこう形状というか、うん、立体的なこの裁断と、まあ、そうすることによってより機能性を高めたグラブという。カラーリングがねまでいいでしょ。ランバードマーク様子がおかしいんだよ。様子がおかしい。これね、違いますね、様子が。ゴールドなんだけど赤っぽい糸も組み合わせて新しい、ね、この最適裁断だったかな確か。本当はあの傷があるところとかをこう避けたりとかすることを続けてきたんだけども、あえて平裏とか内側に入っていくようなところにはそういう革を、補給面とか背面とかそういうところには最高品質の革を使いながら、 SDGs、 そういった概念もありながら、これ MM モデルですね。これ何色っていうんですか。これはこれ何色っていうんですか。ジャスミン。ジャスミン。加藤さんのあれ本職ということで。こっちが本職ですね。もう職場ですね、まさに。職場です。
グラブの修理をしたりとか。そうですね。別に認定リペアマン。でも修理って言ったらいろんなグローブ来ますもんね。来ますね。ピッチャー、内野手、キャッチャー、ファーストミットだなんだ。破れてるところも修理可能なところはさせてもらったりとか。働くってなったらこう またこう職人とか細々した作業みたいなになったのはイメージはされてたんですか？いや、それはそうですね。僕たちが逆にその子供の時とかはその個人のスポーツ店さんとかしかなくて、はい、紐の上の簡単なとこぐらいはちっちゃい時から変えたりはしてたので、はい、まあその延長でしょうぐらいの軽い気持ちではありましたけど、でもやっぱりやればやるだけ同じ加工でも綺麗にお渡しした方が喜んでもらえるかなとか、工夫というかは必要かなと思ってやってますけど、ね。一生懸命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 。突然ですが、年の瀬は目の前というわけで、来年に向けある道具をオーダーしたんです、うん、新規一点。あ、そうですか。シューズというものを作っていこうということに、貢献していくもんな。やっぱ加藤さんいらっしゃる。あ、それも一緒にやっていただけるするんですね。ありがとうございます。そうなんだ。素材どうしましょう。実物見た方がいいですかね。あすね、あ、いいっすね。で、メッシュとスエード、エナメルメッシュとかですね。メッシュとエナメル。エナメルメッシュいいっすね。エナメルメッシュにしよう。フラットなミドルと、とんがってるミドルです ね、はあ、とんがってる方がまだまあくるぶし。くるぶしをガードしやすい。いや、気持ちよかったです、これ。そういう感じね。で、紐で、紐。はい。SP ソール、これにしようか。これ一応これはピッチャーの、そうですよね、なんかオリックスのラオウ選手が使ってるらしくて、もうやっぱ送球をちょっと強くしたいので。ああ、確かにカットまで届かない。そう、これで SP ソールで , 笑っちゃいけないけど本当なんですよ。レーザービームが行くようになったらスパイクのおかげ。間違いないですね。間違いないですね、はい、間違いないです。それはもらいパチの要素は1個もない。当て側、当て側、はい、はい、なんかこうチャカチャカしてたらなんか逆に散っちゃうっていう感じがあったんで、はい、よろしくお願いします。グッドです。出来上がりが楽しみですね。オーダー完了。気が早いですが、ワクワクしながら2024年を迎えられそうです。店内を見てみましたが、規模がすごい。八幡西店、グラブの数は1500個あるとのこと。軟式も充実してるからね。これだけいろんなグローブがある。我らがウチアバット、シャープレーでしょ。シャープレー振ったら分かる。すごいんだよ。選抜から実際、あ、いよいよ、まあ、でもやっぱいろんな人の話を聞く限りやっぱり変わるっていうね。だからよりスイングスピードとパワー鍛え上げていくっていうことがバットマンとしてのまずは絶対条件になってくるだろうね。ちなみに八幡西店には他にない施設が隠されていた。すげえ、何これ。野球できるんだ。そうなんですよ。いきなりえらい広い人工芝フィールドが出現。あ、ビューに使えるんですか。来たお客さん、そうです、そうです。じゃあ子供たち遊びますね。あ、そうです、そうです。加藤も野球教室ここでやる。あ、そうなの。はぁ、すごいねこれ。こんな店舗はないですね。そうなんです。が一番通りです。下よりもこっちの方が。はぁ。最後にヒマラヤのビッグイベント、ピッチング&スイングスピードコンテスト、ジュニア野球界で浸透してきました。その決勝大会が来年3月に行われます。どんなモンスターが集うのか、興味ある方は概要欄のリンクチェックしてみてください。